バトルプラン、母花鳥風月、ボバ関東、尾形和幸厩舎入厩予定。9月にカバリ共同育成センターに移動し、競走馬としてのスタートを切っています。馬体に伸びが出て筋肉もつき始め、だいぶたくましくなってきました。清武牧場でも長時間のウォーキングマシン運動を行っていましたので、体力はバッチリついています。兄山野レオはコンスタントに出走し、上級条件で活躍しており、兄のような活躍を期待しています。